三浦学園高等学校は神奈川県横須賀市絹笠栄町に所在する私立高等学校。2009年に創立80周年を迎え学校名を三浦高等学校から現在の三浦学園高等学校に変更した。主な進路先は関東地方の私立大学で2013年度は関東学院大学、神奈川大学、 帝京大学への進学が多かった。近年では、国公立大学への進学者も増加し、横浜国立大や横浜市立大、東京工業大、東京外国語大などへ進学している。また、専門学校へも多くの進学者を輩出し、進路決定率は95%であった。文部科学省、サイエンスパートナーシッププロジェクト実施校。 工業技術科電気コースは電気工事士やその他電気関係の資格取得のためのカリキュラムを設置。工業技術科情報コースでは IT パスポート試験の資格取得のためのカリキュラムや世界で使われている C 言語や HTML、Microsoft Visual Basic などのプログラミング言語の実習なども行う。2020年度より国際バカロレアコースが開かれる。 組織形態平成29年度現在、活動内容研究会は、工業技術家独自な活動を目的して設立された活動で、部活動とは別の組織。現在は、工業技術家の生徒を中心にものづくりに、興味のある普通科の生徒も活動している電気、機械、情報に関する総合的な技術を学ぶことができる活動。車体設計、機械加工。 プログラミングを行い各種ロボットコンテストへ参加している。主にマイコンカーラリー、ET ロボコン、宇宙エレベーター、ロボットアメリカンフットボールに参加している ET ロボコンでは南関東唯一の高校生チームである。また、地元の子供園等に訪問しロボットのプログラミング体験を行っている。工作機器、設計に関する技術を学ぶことができる。電気、 電子、プログラムに関する技術を学ぶことができる。PC を使う総合的な技術を学ぶことができる。第2回全国高校 e スポーツ選手権に出場し、全国ベスト32。ありがとうございます。